藤井平志先生のよみがえれ天然農法の205ページに、ムービーでははっきり見えませんけれども、第12図上下に浸透する土壌水流の断面模式図、これですね。上下に浸透する土壌水流の断面模式図という大変興味深い図解が載っています。ここに表土と書いてありますね。傾斜方向への、まあ、水の流れということで、こちらからこちらに水が流れていく、まあ、例えばこれは一方的な傾斜として描かれていますが、これと左右対称のがこのペンの左側にあったとして、これ全体がこうなってこうと、畝だと思えば分かりやすいかもしれません。で、畝の右肩とかその反対の左肩の方がやや低くなっていて、畝に降った雨がこう傾斜に従って流れていくと思えば理解しやすいかもしれませんね。そうしてこの表土の下に不飽和、表層、表の層ですね、付近の透水と書いてあります。この表土からやや下の不飽和、不飽和というのは水が浸透してきて水で飽和されていない、びしゃびしゃになっていないという意味ですね。まだ透水の可能性があるということです。その下は飽和と書いてありますね。浸透流、雨が浸透していって、この辺でまあだいたいいっぱいになると、これは高地水体、土壌のうちの高地水体と書いてありますね。で、この辺りでいっぱいになるということは、まあかなりの降雨量があった場合のことですね。もし乾季が続けば、この飽和層も不飽和層もかなりカラカラになってくるわけですね。それからここに地下水体と出ています。まあこれは基盤、耕作地の下の基盤ですね。普通はこの辺で耕作するわけです。種をまいて根が張ってきてというようなところですね。そうして下には地下水体というものがありますから、ここからは上の方に水分が上がってくるという作用があり、上からは下に降りてくるという作用があり、この辺が亀甲地帯あるいは合流点になるわけですね。
で、問題はですね、この藤井先生が指摘しておられますように、符号は表層付近の陶水と書いてあるところ、ここに有機物を投入すると作物の収量が増すということがあって、有機農業なんかでは有機物の投入をしきりに行うわけですが、ここに有機物を過投入、投入しすぎますと普通は窒素型に陥っていろいろな病気を引き起こす元になります。で、肥料を投入すれば収量は上がるけれども病気が出やすいので農薬の使用が増えるという悪循環も実際に起きているわけですね。ところが雨が降って畝から畝間の方に、畝と畝の間、畝間の方にリーチング作用によって緑の小枝花がこう落ちますね。で、それを土寄せで上げてやる。そうすると水溶性の自然にできた肥料である緑の小枝花が、この不飽和層、一番大事なところです、栽培上で一番大事な不飽和層を肥沃にしていって、自然にできた緑の小枝花は作物の過剰収穫にも結びつかないけれども、安全安心、そしておいしい作物を育てることに寄与しますので、藤井寛先生がリーチングとして、そしてまたリーチングによる緑の小枝花の土寄せ技法として提唱している天然農法栽培は最も安全安心おいしい作物収穫を私たちに提供してくれるということになります。しかし有機農業の方では人為的に作った有機肥料というものをここにリーチングではない方法によって投入しますので、多収穫を実現することはできますが、安全安心おいしさという点では天然農法よりも劣りますし、有機肥料の質いかんによっては病気を誘発しますので、病気があらわになる前に収穫して作物を出荷するというようなごまかしも行われるわけなんですね。まあ、徳川吉宗は都市、まあ、例えば江戸で出る糞尿をお百姓さんに命じて野壺に溜めさせて、それを寒気、寒い時期に田畑に任せて、そしてこの不飽和体に有機物の投入という形で還元して、そうして米の増産を図ったと藤井寛先生も指摘しておられますが、それをもし寒気、まあ寒肥とも言いますね、
寒い声と書いて寒声ではなく、温度の高い時期にばらまいたりすれば、当然現代の有機物、有機肥料多投入と一緒で、窒素過多によるいろいろな病気が出やすいということになるわけです。ですから増産、食料増産と病気の多発は裏表みたいなものでして、非常に危ない関係にあるわけですね。そこで安全、安心、美味しさを兼ねたものを確実生産しようと思ったならば、自然界が作ってくれる緑の小枝花を人為的な土寄せという方法によって、この不法は地帯の豊穣化、適切な豊穣化を図って食料を生産するという方法が最も推奨されるべき方法で、手法ではないかと思われますね。そういう手法を藤井平先生はまた縄文時代から行われていたんだということで、縄文農法と言ったりしておられたこともありましたね。